안녕하세요가을입니다はい、ということでね、今日は明洞にやってまいりました。ではなぜ明洞にやってきたかと言いますと、私が今まで伊手とか本出とか、あとは高速ターミナルとか、結構お買い物の スポットを紹介したんですけど、1泊2日2泊3日とかのこの短い時間で旅行するって人って、なかなか高速ターミナルまで行ったりとかすることが難しかったり、あと電車に乗り方わかんないとかって、結構ね、こう行動範囲が限られちゃって明洞の周りしか行けないとかっていう人がね、結構いると思うので、今回は明洞の中のちょっとお洋服情報を見ていきたいと思います。で、明洞にはね、意外となんかそのブランド物のお店とかも多かったりとか、あとはねセレクトショップ的なものが多いので、そこまで多分ね値段は安くはないと思うんですけど、どんな感じのものがあるのかちょっと見ていきたいと思います。それでは GO。 はい、じゃあまずこちらスパオ、これなんか多分見たことある人めっちゃいっぱいいると思うんだけど、本でとかにもね店舗があります。で、なんか特徴的には、今はセーラームーンだけど、なんかいろんなところとコラボしたりしてます。クレヨンしんちゃんの有名なあのパジャマもね、ここが最初かな。私はあんまり入ったことないけど、そうそう、これが元の本物のコラボパジャマです。生地は綿かな、やっぱりちょっといい感じ。値段がね、39,900ウォンです。あ、こっちもある、モコモコもある、モコモコバージョンも。え、しかも見て、袋も一緒についてくる。これがね、29,900ウォンです。上下でハリーポッターとコラボだ。マフラーとメガネの柄のセーター、これが、このセーター、襟付きセーターが49,900ウォン。なんだそれ、49,900ウォン。あ、セーラームーンコラボのだね。セーラームーンコラボのトートバッグとか、クレヨンしんちゃん、カバン、トートバッグです。マフラーとか手袋、これハリーポッター。セーラームーンコラボのパジャマだ。で、しかもちゃんと森の、あ、頭のやつもある。黒とピンク、リボンのピンクと、あとこの色か、月入りのパープル。これかわいい、待って、ほら、トレーナーなんだけど、ここに月が描いたの、かわいい。2,990円ぐらい、かわいいね。もちろん男物もあります。こういうハイネックの男物セーター、これがね39,900ウォン。値段的には日本と変わらないかな、こういうお店に来ると。ここら辺セールだ、1990円ぐらい。こういうセーターが1990円、セール中です。そんなに生地は少ないけど、こういうカーディガンだったり、ここがハリーポッター特集、ローブもある。クレヨンしんちゃんそっちだね。まさかの園長先生もあるんだけど、園長先生のパジャマもある。チョコビもあるし、これクレヨンしんちゃん、雑貨も少しあるみたい。スケジュール帳だ、マウスパッドとか筆箱、カバンもあるし、人形もあります。なんならスリッパも、すごい量いっぱいあんな。1990円です。こんな感じでスパオはなんか割とね、いろんなアニメとかキャラクターとかとコラボしてるものが多いです。で、なんか思ったよりもそんなに価格も高くないし、まあ手に入れやすい値段かなって感じで、なんかキャラものとかコラボ系にしては。スパオ初めて入ったけど、なかなかいいと思います。じゃあ次のお店行ってみたいと思います。
はい、じゃあこちら A ランドです。これもね、ホンデとかにもいろいろ店舗があるので有名だと思うんですけど、私も入ったことないですいきなり可愛いんだけどトートバッグ2000円です。2000円、2万ウォン。可愛いケース、携帯ケース2900円の 30% オフ。可愛いんだけど、ハイネックのさ、トレーナーだよ。可愛い。6500円です。ひゃー！でも生地がめっちゃしっかりしてる。これも6900円。30% セールです。こういうとこからさ、掘り出しを見つけたら可愛いんだよな、多分。セールにしても元がね11,900円とかだから、そっから引いても、まあ高いっちゃ高いよね。まあ、デザインは変わってて可愛いんだけど、これも前がベージュで後ろがなんか紺みたいな、可愛いんだけど3900円の 30% オフです。フェリンが8900円の 50% オフだったら4000円ちょっと超えるくらいだったら全然いいと思うな、このペーティン。白Aランドは基本的にセレクトショップって聞いたんだけど、やっぱりセレクトショップって高くなっちゃうのはちょっとしょうがないかなとは思うけど、でもなんかこのお店結構ねセール品が多くて 20% から 50% までなんかセール品が割とあるから、その中で可愛いの見つければ元が高かった分いい質のものをなんか3000、4000円で買えると思ったらいいかも。なんかできるだけ安くてなんかこう使い捨てぐらいの勢いで買い物したいっていう人には向いてないけど、質がいいものをちょっとでも安く買いたいっていう人には A ランドおすすめかもしれない。とりあえず入ってみてセール品を探すっていう買い物の仕方もあり。こんな感じで次のお店行きたいと思います。15,000ウォン。あれ、これなんかホンデで多分あるようなやつだT シャツ800円から1000円。まあ T シャツだから生地は薄いかな。なんか一回洗ったら結構伸び伸びになりそうな感じです。子供用もある。で、うん。スパオの前のこの小道を入ってくるとね、お店の名前がないから分からんけど、ここもちょっといい感じのものあります。セーターなんだっけ、ニットカーディガン29,000ウォン。モコモコタートルニットが1900円。1900円が19,000ウォンです。ベージュと白とか色違い、黒もあるし、あ、スカーフ違いこれがね、19,000ウォンです。まああんまり言いたくないけど、私これ全く同じのを高速ターミナルで1,000円で買いました。15,000ウォン、このロングスカート。スカートじゃない、ワイドパンツだ。ワイドパンツ。1000円コーナーもあります。ただのボーダーのロングトレーナーが590円です。こういうなんかなんて言うんだろう、何これ、なんて言うんだ、スタックストッキングじゃなくてなんて言うんだっけ、 なんかあったかいように裏にこう加工がされてるやつとかでも590円とかで売ってます。この屋台通りの何この続きにあります。990円。690円。
マーメイドスカート的な690円、ロングスカートが690円、こちら3枚で1000円、トップス3枚で1000円。え、かわいいじゃん、スカート490円です。テニススカート、はい、アラウンド15101、ちょっときれいめっぽいお店です。アーガイル柄セーター、結構え厚い、生地がいい。3万7000ウォンです。3万7000ウォン、すごい厚くて生地がいいんだけど、かわいい。この赤のハイネック、生地がやっぱ違う、高いから。ちょっとグッチ風の何ペディもあります。グッチとフェンディ合わせたみたいな短い方がセールで16,800円、長い方が17,800円。このお店結構綺麗でいいの、小綺麗。ファッション本、こちらワンプラスワンで1000円。ここもワンプラスワンだよ。かわいい、袖がちょっと広がってんの。着物の何パーカーだけどマフラーまでついてる、同じやつの1000円です。かわいい。ペディ1900円、びっくりした。1900円です。あー、下がピアスとか売ってる。これパジャマ、ここ入っていきたいと思います。ワンプラスワンでズボンが1300円だって、意味わかんないんだけど、ちょっと待って。なんかこういうサロペット的なのもあるし、こういうさストレートパンツ1500円です。わかりづら。はい、じゃあここ8セカンズ、ここもね前 GD が広告塔で、そうなんか GD コラボのね商品がいっぱいあったから、私その時お母さんと来て T シャツとジャケットかなんか買ったことあるんだけど、あダメだ、撮影ダメって書いてあるわ。まあ、とりあえずこんな感じのね外見は結構シンプルおしゃれ的な感じです。でもちょっと価格帯が分かんないけど、今はとりあえずセールやってるっぽい。ちょっと私だけ見てくるねはい、で今中見てきたんだけど可愛かった可愛かったし、なんか今セールやってるからなんかそこまで全然高くなかった。なんか高くても3000円台4000円台くらい、なんか思ったよりもね全然お手頃で可愛くて生地もしっかりしてたです。はい、はい、ということでね今回はミョンドンの洋服の事情というかミョンドンの洋服をねちょっと特集したんですけど、なんか私のちょっと認識がちょっと間違ってたっぽい。なんかミョンドンは無条件になんかもう絶対高くて、なんかちょっと詐欺じゃないけどぼったくりってイメージがあったけど、まあ確かにちょっとセレクトショップとか、あとはなんかちょっと道で売ってるようなものは高かったりぼったくりが多いのは確かだけど、韓国のデザインが好きでなんかこう質のいい服を買いたいっていうんだったらミョンドンの方がなんかいろいろなお店がこうまとまってるし、セレクトショップ内でもね割といい質のものとかも見つけられるし、あとはセールをやってる時がいいかな。半額とか 70% とか、あとはまあ少なくとも 20% オフとかにやってたりとかするから、なんかね割とミョンドンは買い物に使えるなと思った。
やっぱりイデとかホンデって安いけど、やっぱ質がちょっと落ちちゃったりとか、やっぱり使い捨てみたいな感じの洋服が多いっちゃ多いから、まあ、長く着たくて、まあ、そこまで高くなくて韓国っぽいデザインが欲しいってなったら、ミョンドンのお店を構えてるお店が本当におすすめです。ということでね、今回は私のね認識もこう変わるようなミョンドンのお洋服事情でした。今回の動画がお役に立ちましたら、高評価とチャンネル登録お願いします。それからコメントもすべて読んでおりますので、コメントもよろしくお願いします。それから概要欄にも、ね、追加で情報いろいろ書いてありますので、概要欄のチェックもよろしくお願いします。それでは今回もご視聴ありがとうございました。그러면오늘은여기까지。終わり。